はい、どうも、おはようございます。沖縄ご、おばばでございます。えー、今日曇りですね。なんかまた雨が降ってきそうです。このままね、えー、梅雨に突入しちゃうような感じの那覇市でございます。はい。えー、なんというかね、まあ、あ今日ね、今、まあ、日曜日なんで、とりあえず、あの、ライブですね。これから、あのー、まあ、いろいろ出てきますので、はい。えー、これからね、まあ、いろいろ、あのー、 物不足がね、表面化してきますんで、まあ、いろいろ考えられるパターンなども、えーまあ、あ皆さんとね、えー、討論していきたいと思っております。はい、えーまあ、いろいろパターンがあるんですよ、実はね。えー、なんで、えー、とりあえず、この考えられるパターンというものもね、えー、皆さんとシェアしてきたらなと思っております。はい、えー、とうとうね、表。 はい。表のニュースでも言い出しましたよね。今日これ、あの、貼っときますね。言い出しました。はい。えー、いらない、いらないの国と、あの、チェアの国のことが、あまあ、出てきたよねってことです。はい。わかりますはい。出てきたんですよ。出てきちゃってるんですよ。はい。ということはもうね、えー、皆さんに、あ、こういう事象だから、まあね、えー、いろいろ物不足が、ね、起きても、 それはねえ、こういう事情だからねっていう、もうほぼほぼこれ確定したんで出したんですね。はいえ。確定しないと出さないです。はい。最近のね、ニュースはね。なんで、えー、まあ予想してね、予想して皆さん、あのー、こういう感じのことがこれから起こるであろうからあ、まあ準備してくださいとはニュースは言いませんのでね。はい。えー、確定事項なんでしょうね。はい。えー、なんで、まあ、あ確定的に、 まあ物不足とエネルギー不足があ起こってくるということです。はい。皆さん、もう、もう確定です。はい。もう昨日もね、えー、昨日かな、おと、日ぐらいからずっとここら辺言ってるんですけど、まあ減るは減るは登録者が。<laughs> そのこと言うと一気に減るんですよね。何なんでしょうね。そんなに現実見たくないのかなと思ってしまいます。はい。えー、そうなんですよ。もう本当、あのー、何て言うのかな。 あ今ね、えー、準備してない人は慌てて準備しないとも間に合いませんよ。はい。えーまあ、準備してる人はもうね、えー、いいと思います。もうそれでね。はいえー、あと、まあ最後にね、えー、爪で何が足りないかちょっと確認してね、ちょっとだけ変え足すぐらいでもういいんじゃないんでしょうかね。準備完了の人はね。はい。えー、なんでね、本当、あのー日本、日本の方たちのね、 これ見に来てる人たちに言ってるんじゃないですよ。はい。日本の一般の人たちですね。一般の人たちのこの現実認識能力ですよね。現実認識能力。これがね、え、どうもね、えー、えー、おかしなことになってるなって私思います。はい。え、もう表でも言うようになってきました。あね。で、えー、今日の朝のニュースでも、 ドドイツですねえ。ドドイツがもうね、え出るように、はい、イラン、イランのね、いらない、いらないのね、お国から出てくださいっていうこと言ってます。はい、えー、まあ、オフランスでも言いましたけどね。オフランスは国民というよりもね、えー、大使のカーンのね、えー、ご家族とかね、そういう人たちをもう退去させてるみたいですけど。はい、まあ、こうやって次々と出てくるわけですよ。 これね、現実にこういうこと起きてるのに目つぶるっていう神経が私分かりません。まあ、用意した方がいいと思いますよ、地道に。はい。えー、まあ、物流途絶えちゃうんで、本当に、物流が途絶えるんですよ。これが一番積みますね。はい。人間が積まれてしまう、 一番の原因。はいえ。物流が途絶えることでございます。これ分かってると思うんですよね。まあ、千、何て言うのかな。あ、でも分かんないか。あ今のね、若い方たちは、私がねこ、ちっちゃい頃は、明治生まれのおばあちゃんとかね、まだえ結構いましたんで、えそういう時 にね、まあど、物流が途絶えるということはどういうことなのかっていうことを、まあ、嫌というほど聞かされましたから、はい。まあ、でもね、あの田舎だったんでね、えー、本当に困ったことにはならなかったんですけど、まあ、本当、あのー、大変でしたよ。はい、あのー、分かりますよね。はい。えー、そういうことなんで、えー、これね、あのー、本当、心して準備しないとだめだと思います。はい。 えー、ちなみにね、私、4日ぐらい前ですね、4、5日前の夢なんですけど、すっごい夢見ちゃって、これやばいなと思ったんですけど、まあ、この夢に関してはね、えー、まあ、手っ取り早く言っちゃうと、もう、なんていうのかな、スーパーに行く夢を見たんですよ。はい。で、えー、 値段の上がり用にぎょっとするっていう、<laughs> そういった夢なんですけど、えー、これ現実に起こってきますよ。はい。ね、これ、あれですね。あの、予知夢ですね。<笑>,笑い事じゃないんですけど、本当にね、えー、何この値段っていうような値段になってるっていう、そういう夢を見たんですよ。はい。えー、なんでね、 えー、これ、あのー、本当に、もう、もう、こうなってきたら、もう、あのー、中の東さんの方からの、あの方面からの物流は、多分、もう途絶えると思います。ドンパチやり始めたらね、もう本格的に。なんで、皆さん、本当に、今のうちに用意しといた方がいいですよ、冗談抜きでね。ほんと。はい。すごい夢見たなって。私、結構ね、まさ夢見るんですよ。ちっちゃい頃から。 えー、近所の、ね、家が火事になる夢見たらね4日後ぐらいにその家が火事になったりとかあまあおばあちゃんが、ね、亡くなる夢も1週間前に見てますしね結構結構これが4チームが当たっちゃったりするんですよでまああのー、3 1 1の時もね、えーあのー、3ヶ月ぐらい前ですね3ヶ月ぐらい前にゲン、えーあのー、のパッツンさんが行く夢を見ちゃった てるんですよ。実を言うとね。はい、えー、なんでね。これね。ほんとね、えー、冗談抜きでね。今年の夏ぐらいから、もうやばいことになると思いますよ。値段がはい。えー、まあ夏ぐらいからだと思います。まだ在庫があるんでね。はい、在庫を。 まあ在庫っていうかねまあそういった何て言うのかな在庫がある分はまあなんとか値段を抑えて回すでしょうけどまあ在庫がなくなってきたら値段が抑えられなくなってきますからねはいえー、すごい悪夢でしたね見たら何この値段っていう値段なんですよでハッとして目が覚めたんでうわっと思いましたこれね45日前に見た夢ですなんで まあ,あ、今年の夏ぐらいかなと思ってます、私は。はい。えー、まあ、備蓄、まあね、えー、各企業とか民間とかね、で、備蓄を持ってると思うんで、まあ、これがなくなったらもう、品薄激高になるんでね。はい、えー。今のうちでございます。本当に今のうちです。はい。えー、もうこれ強調しすぎるっていうことはございませんね。はい。 まあ皆さんね、あの、何と言ったらいいのか分かりませんけど、あの、いい加減にね、えー、見ない、聞かない、見ざる、聞かざる、言わざるはやめて、現実をしっかり見ましょう。ね。えー、まあ昨日ね、あの、デモをやってたのは非常に素晴らしいことだと思います。まあ必要なことですからね、ああいうことね。でもちょっと気になったのは、あのデモやってる人たちちゃんと備蓄してるかなってすっごい気になってます。はい。 目が覚めてる人たちはいいんですけどそういうデモを参加したりとかねでもまず自分の足元が不安定だとどうしようもないんでこういう人たちがねデモに参加するような人たちがきちんと備蓄もしているっていうことを私は願っております。ははいいもうううああのののののなててかま謎謎ね X あれがやってくる前に、えー、もう多分値段の爆上がりで食べれない人のお、キーのガーですね。キーのガー。はい。こちらの方が先にやってきそうな勢いですね。日本は。はい。キーのガーでございます。はい。えー、なんて言っても日本のね、自給率さんさんたるものなんで、 でね、えー、これがあ、肥料とかね、えー、飼料とか、まあ動物さんたちが食べているものですね。こういうものを、自国でまかん、これは入ってないんですよ、実は。あの、自給率の中にはね。だから38%よりはだいぶ下です。これ、東大の先生言ってたんですけど、15%ぐらいだって言ってましたね。なんで、えー、準備してないと、本当に詰まれちゃいますよ。はい。 今、中の東さんがそういう状況でね、まあ、どんどん、あの、なんていうの、増し増してるんですよ。はい。増してるんですよ。あの、デンジャラスの、デンジャラ、デンジャーな感がね、増してるんですよ。はい。えー、なんで、えー、皆さんね、本当に、あのー、準備。これは、もう、怠っちゃいけないなと思います。 はい、えー、デモに参加するのもいいんですけど、まあ、備蓄がし終わってからあ参加してるって私は思いたいです。はいえー、ねえこの人たちがね何、えー、ていうのかなデモに参加するのはいいけど備蓄なんもしてなくて、えーねえー、その時がやってきたらとんでもないことになるみたいなことを願ってませんので私は。はい 優先順位のね問題なんですけどまあ備蓄してる人だったらこういったねデモに参加しても、えー、まあいいんじゃないかなと思います。本当にねこの点を誤るとまず自分と自分の家族を守るっていうことこの点を誤るとおまあドミノ倒しになります。はい。一こな何て言うのかな将棋とかね囲碁とかと同じなんですよ。 はい、将棋とか囲碁とかって一個間違った手を打つと終わっちゃうんです。なんで、えー、確実にね、えー、頭を使まあ次の一手に対して何、えー、て言うのかなあその相手が出してくるものがいくつか何通りかね、えー、パターンがまあ ありますよねそういうことも考えながら我々は生きていかないといけないということなんですよね。まあちょっとね、えー、朝から深い話をしてしまいましたけどはい、えー、人生将棋とととかか囲碁とかとままあ、似ています、はいすは特に今の時代はね。なので、えー、この「一手」自分の歩む一歩を間違えないようにはいこれでございます。 まあ政治活動はね、非常に重要なんですけど、そういったね、デモに参加するとか、ああまあ非常に重要ですけど、まずはああ自分と自分の家族を守る、はい、備蓄ですね、はいえー。こちらが終わってからが望ましいですね。はい。でないと、まあ、詰まれる、詰まれるということです。はい。 えー、本当、あの、本当、本当に何パターンかあるんですよ、実は。あなんで、えー、このことをね、まあ、なんていうのかな、ライブで、えー、いろいろとお話ししていきたいなと思ってます。えー、でもってね、日本、まあ、日本言っちゃいましたね。アメちゃんとグーンをね、まあ、一緒にね、歩みますよ、みたいな。 でも、指揮系統は違うんで、ええー、まあ、あ、いし、あのー、あめちゃんの軍ということはないみたいなね、よくわかんないことを言ってましたけど、えでも、そのし、日本のね、指揮官が、あめちゃんの指揮官に指示されてやってたら、指揮系統が違うって言っても同じじゃないかなって思うんですけどね。はい。どうなってるんでしょうね、ここら辺。まあ、絶対言いませんけどね。 まあ、願わくば、なんていうのかな、今の中の東のいざこざにね、日本が巻き込まれないように祈るばかりです。はい。えー、自衛の隊の人たちが行かないことがね、望ましいです、えー。そうでないとね、日本にね、何か大きな災害があった時に、助ける人がいなくなっちゃいますからね。本当に、はい、そういうことでございます。 まあ本当おろくなことを決めないダーのキッシーさんということでございますね。はい。皆さん頑張りましょう。本当に頑張るしかないです。我々一人一人がね。えー、まあ,あ頑張って備蓄してね将来に備えるしか方法がないんでね。えー、まあよろしくお願いいたします。ということでそれでは皆さんまた。 今日も一日よろしくお願いいたしますお付き合いください沖縄おばばでしたで、み、ね、けた,たんみけたんかわいいでちゅで,で